い、皆さんこんにちは。今回はね、ムシア .com さんからとあるものが届いたんですよね。まあ、ちなみに生き物です。ちょっと早速開封していきたいと思います。ただ買った種類は多分結構レアだと思うんですけどね。レアなのかな。まあ、僕から見るとちょっとレアかもしれないですね。ただ成虫の値段はなかなか高いです。うん、それにちょっとかっこいいので買ってみました。あれ、さあ、ちょっと開きましたかね。じゃあ開けていきたいと思います。ブラックハッサーとノコギリクワガタの幼虫と金糸瓶とあと不明幼虫になります。こちらのマレーアントヨスですね、実は前に買ったやついるじゃないですか。そいつが12月羽化ってことなんですよね。12月羽化になるとちょっとさすがに交尾とかさせることできないんですよ、僕。就職試験あるのではい、なのでちょっと諦めて他のやつを選びました。お、あ、カエロですかね。あったかいですね。あ、こちら不明幼虫になります。こちらはね、この金糸瓶に入れていきたいと思います。まあ十分でしょう、これで。で、こちらアンタイウスですかね。7月羽化、大丈夫だな。こちらになります。73ミリです、大きさは。よいしょ、ちょっとこっち置いていこう。で、メスになりますかね。メスはね、不摂崖と不摂麻痺ともにあります。ちなみにと、これか、ブラックハスタードのホギリクワガタ。これはね、以前に言ったこの金糸瓶に入れて育てていきたいと思います。ちなみにこの不明幼虫のクワガタの幼虫、どっかの野外で取れたって言ってたんですけど、どこだったっけな、まあ野外で取ったって言ってたんですよね。なのでコクワガタかスジクワガタか平田クワガタの幼虫だと言っておりましたね。ちょっとまず全部この商品取っていきたいですかね。取っていきましょう。そこで大体1万円くらいはしましたね。1万2000円か。ちょっと危ないかな。まあこれもまた不明で、不明幼虫大体7匹いることになるんで。あれ？パワーマット。なんだこれ？あ、そっか、ブラックハッサートと一緒についてきたのか。なるほどな。そうきたか。いるかな、こいつ。うん、まあいいや。多分これは、このパワーマットは、アンタイウスとかに使うでしょうね。ではね、ちょっと、まず、開封の方行きたいと思います。はい、まずね、ブラックハスタートのゴギリクワガタから入れていきたいと思います。まあ、こちらになりますかね。多分、初例か一例だと思うので、はい。もうちょっともう穴もね、このように開けているので入れていきたいと思います。はい、とね、部屋が暗かったんでちょっと電気つけました。これね、ちょっと2例前期かな、2例に なってましたね。他はやっぱ初例ですね。じゃあ早速ちょっと入れていきたいと思います。いや、これこんなの使うよりスプーン使った方がいいよな。入れますと禁止ですね。あとこれ、これをかぶせて、もうこれは終了です。と、うん、書類ですね。書類後期ですかね。うん、とこれもこう入れて、
ですね。二礼前期ですかね。はい、とブラックハスタートはこれで終わりですかね。と蓋、あれ蓋どこ行ったっけ。あと管理ドルクスダムケさんからもらった管理表のシールもらったんで、そちらも貼っていきたいと思います。まあとりあえず今はこれでおさらばですかね。こっからもう取り替え時期まで姿見れないと思います。じゃあ次はこちらの不明幼虫入れていきたいと思います。はい、この禁止瓶ねちょっと開けたんですけど、キノコがすごかったです。ほんとこちらね、ちょっと、はい、不明幼虫の方になります。ちょっと、濃いな。これ、もう3例ですかね。こんだけだったら、多分メスかな。メスでしょうかね、これ。あ、でも卵巣が見えないですね。なんだろう、スジクワガタのオスかな。コクワガタのオスかな。ちょっと、よし。ちょっと、この土を見たやつ。土も入れます。それはね、僕は土は入れないでもいいかなと思ってます。これメスかな。いや、わかんねえな、さすがに。それではきつい。これは二例かな。あ、これはメスですね。ちょっともう、あ、見づらいな。もう卵巣ありました、これ。はい、こいつ卵巣ありました。あ、今映った。これですね。よいしょ、あれ下からすくい上げて、あー完璧。よしと、おい、さあだいたい入れ終わりました。よし、まあこんなもんですかね。じゃあ次ちょっとアンタエウスの方じっくり見ていきましょう。はい、じゃあ様子を見ていきましょう。さあオスになります。あ、前と変わらずですかね。やっぱり傷もなく頭幅広いですね。かっこいいです。足の力もすごくて、前のやつもねちょっと今元気にいます。ちょっと怪我しちゃったんですけどね。と、あ、これですね。こっち側が麻痺してる足で、で、こっちの足が、あれですかね。あ、怖いな、挟まれそう。不接がけです。まあ、このメス2匹使って、産卵させていきたいと思います。こっちのメスと、こっちのメス使って。今回はね、これで終わりたいと思います。ちなみに、ちょっと字汚いんですけど、この、ブラックハスタッドってちゃんと書きました。不明幼虫の方は書きません、今回は。まあでも不明幼虫は平田クワガタ1匹か2匹はいてほしいですね。まあコクワガタも僕好きなんで、コクワガタでも歓迎ですけど。はい、これぐらいにしときます。